疲れ様です。ちょっとまず揉んでくれ。いや逆ですよ、揉んでください。いやちょっと意味ない。ちょっと非コーチングなんだけど俺は。何すか非コーチングって何すか。いや非画面端子とかあるじゃん。ちょっと受ける方だから。あーコーチング受ける側。そうそうそう。あがきせ。今視聴者やってこいってお前。いやうまい。あがこんな地上戦ってかあんまりしたため作んないからちょっとやりづらいな。あ逆にてかでは飛びゃいかんじゃん。そんいやそうなんですよね。とっきついんですよねやっぱ。そうどこまで行っても。まずねいいっすねガイル戦。いいけどそんな歩いてこないよ普通。いや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 でもガイルやっぱ簡単に下がってると負けるからガイル側が。そうなんだけど普通に簡単に下がるぞみんな。まっちめんどくせえ。あいやこんなガイルいねえよお前。全部空投げで対応するんだってサマー打てよ。いやいやだって空投げが強いもん。ちょこれ練習ならねえぞお前絶対。ちょっと俺の練習になるんだよ。ちょお前サマーって使う気なの。ガイル使う気なの。え、俺今年使う気なんすってば。あ、マジで。だから弱くされるぜ、多分。いやいや、怪しい。やばい、これマジでいい勝負だな、これ。いい勝負だな、まあ、これ練習になってねえぞ。いや、絶対なった、絶対なった。いや、こんなガイルいねえから。マジで。大丈夫、大丈夫。大丈夫ですよ。こんな歩いてくるガイル、ラグバイ見だろう、絶対見んだろ。基本だって絶対 EX ゾリフ打てよマジで。ほんとムカつくなお前マジで。そっからだろお前。 EX ゾリフ打ってからだお前。こっちがやっと切るのDJ さんと一緒だ。 EX 打ってくれって何もできないこっち。キャンセルラッシュの方がやっぱ期待高いかなって。やっぱ最初からソニックで会話するのはちょっと違う。違うんか時代が変わった。時代はもう違う。ストライブの梅原さんで何を学んだんですか、水さん。すいません、じゃあそれでやってください。立ち式。絶対練習にならない。だってお前みたいなガイル来た時に勝てるんだ。なっとこ。水さん、ちょっといいですか、一旦。いいよいいよ、ね。これ、しゃがみのガイルにめくり飛びしてもらっていいですか、うん、はい。これ、落とせないんですよ、ガイルって、実は。あの、攻撃出さないんですよ。あ、出さないか。あ、はいはい。これ絶対ガードになるんですよ。あ、それだったね。忘れてた。お前、そうだ、聞いたわ。これマジ最強なんで。そうだ、持ってた。だからしゃがみっぱが多い人はめくり飛びロゴ戦狙っていいんですよ。めくり。そうだね。そうだね。そう。これだいぶ狙っていいんですよ。ああ、了解。だからしゃがみっぱ弱いんですよね、しっかり。そういうことね。そう。時代は変わった。時代変わった。歩き様とかしないといけないんで、あれ落とす。レンガや。レンガ出たろべ。いろいろあった。ちょっと疲れてきたな。ちょっと休憩しようかな。あー、オッケー。ちょっと一瞬休憩して。あー、てかだいぶやったから。トイレ行きます、俺も。はい。いや、こんな練習ならねえよな、マジで。どうすか、俺も。ちょ、見た、ドンピシャ君の動き。いや、一回見てないっすね。見ろや。お前、コーチングさせるんじゃねえか、俺に。プロゲーマーになるつもりねえぞ、俺。純粋に俺、ちょっとガイルやりたかったっていうのが。だから誘ったの、俺、ちょうどいいから、つって。そうなんすよね。でもコクも練習なってるでしょ。なったけど下がるガイルに対してもっとじりじりいく。でもじりじりいくと結局ソニックでゲージ溜まっちゃうんだよな。早く削りに行かなきゃいけないからこっち押して。そこむずいな。まあ一回じゃあ見ます。ドンピシャさんのちょっと見てよ。見てみますか。マジでお前前歩いたりフラフラしてない一切一切。いやでもしてたら謝る本当に。あ、立川さんすいません、これやります、はい、頑張りますっつって。いやじゃあ負けないっすね。どういうこと。じゃあ負けないじゃないですか、そのフラフラしてこないなら。あの円盤ソニック投げてラッシュはやっぱりこっち手出せないんだわ。うん、あれだけはどうしても手出せないから。出せないよね、あれ有利すぎて。そっちがまああそこでも結構難しくて、ガイル側も中段も埋まってるよね。だって基本は。いや中段埋まってないですよ。中段もだって割れない。あ、そう、中段埋まってないことが多いですよ。あ、じゃあ中段にはしゃがみコーパンか。まあ、てか全部対話無理ですよ。読み合いですよ、もちろん。はあ、中段も投げも埋まってないことが多いはず。でも中足だけ埋まってるよね。で、遅らす中足があるから、まあ、それがめんどくさいね。遅らす中足があるから、ちょっとめんどくさいよね。だファジーもやると食らっちゃうよっていう。
え、ただの夢ですよ。そんなにそのソニックからの中断とかソニックからのなんたらとか別そんな強くないですよ、言うほど。言う、そうだね。うん、だってソニックジャスパーできればどんな行動にも大体なんかコパって言うじゃないですか。ソニックちょっとむずいんだよな、緑入るじゃん系とか。そう、ソニックが到達する前に緑入るじゃん、そっちのラッシュが。緑、はい。だからラッシュ安定くるじゃん、パリのタイミングずれるじゃん。ああ、そういうのありますね。あれちょっとむずいよね。あれでジャスパー用語取れんだな俺。ただそのタイミングって結構到達が遅れるから、ガイル側も直角に行くの結構むずいっすよ、もちろん。あー、伸ばしても無理。伸ばして、でも伸ばした時点でその打撃に負けたりするじゃないですか。もちろんジャスパーにも負けるし、その後の打撃が。だから普通に生ラッシュとあんま変わらんっす。なるほど。あの、言うほど。だからソニック側としたら暴れるのとかめっちゃ強いっすよ、普通にパリして。こっち視点、そのどれぐらいの有利取れてるか分かんないから。打撃を埋めるのも、その連続ガードになったらパリで取られちゃって回復されるじゃないですか。うん、だからレンガにならないように打撃を遅らすんですけど、結構負けるんですよね、言うて。そういうことか。うん、なるほど。だ、暴れるは混ぜていいし、てやっぱ普通のラッシュです、普通のラッシュ置き攻め。まあそういうことだよね。MR が1900に行く練習になったわ、お前のおかげで。そのドンピシャ戦じゃないけど、めっちゃ純粋に MR1900 になったら負けないですよ。まあそうだね、600の人に。確かに普通に上手くなることのが大事じゃないですか、コク。はい、すいませんでした。うーん、すいません、わがままばっかり言って。そうだ、ドンピシャさんって、だってね、何年格ゲーの差あるんですか、コク人さんと。確かに20年ぐらいあると思います。何をそんな必死にいろいろ言ってんすか、コク。すいません、もうちょっと上見ましょう、もっと高みを。俺っていう、いや別に俺、その立川さん目指すのってプロゲーマーってことでしょ。プロゲーマー狙うつもりないんですけど。もうてか、いやダメです、だってリジェクトで出るんじゃないんですか今年。まあそれは、うん、一応4人目としては一応話し合い中じゃないですか。俺かプルルかみたいになってるけど。これただね、中段にジャスパだったら、中段を見てからパリ押せばジャスパできるんですよ。それ俺できるかな、絶対できる。僕本当頑張ってみるわ。こんなに一番だったらもう見てからジャスパ。まず中段を、まず俺はあれだよ、知ってる、おじリーが中段を見てから、はい、見てから食らってるんですけど、中段は見るもんじゃないと思ってるから。ああ、いや、ジジイだから。中段は見るもんじゃなくて読みだから。じゃあ無理じゃん。でもね、僕それはでも読みに、それは嘘、僕いける中段。うん、それは諦めてるんだ。はい、じゃあ頑張って。おじだからとかじゃなくて。はい、すいません。うん、でもケイスが見ただろ、お前。いや、全ぐらいだぞ、中段全ぐらいだぞ、お前。ベティの。てかさ、あの、もう中段やってくるって事前情報あるのに、なんであんな食らうの。俺、マジで言っといたもん。ちょっとマジ中段ったら、立ち方でいいっすとか、あと、ファジコパン、いい加減やってくださいって言って、俺、LINE で俺送ったもん、途中で。ファジコパンやりましょうっつって。そういうのできないんか。いや、わからん。俺はできるよ。俺はそういうのちゃんとやってるけど。ケイさんはまあ対応してないかもしれない。押し付けで買ってきたかもしれないから、ちょっとわかんないけど。はいはいはい。これ、ドビシャさん対策です、これ。まず、シミをするんですけど、これね、うん。うん。で、グラップをしないけど、ダイパンする。ああ、そうだね。はい。うん、これも、ドンさん対策ですね。これ以上人対したらかわいそうなぐらいの人対です、これは。あ、まあそうだね。見てないんだね。そう。もう申し訳なさ、そらは。こんなドンピシャさんの履歴見るの、俺。いや、だからどういうタイプかっていうんで、俺の。じゃあ、お前とやればいいってこと？まず。いや。お前とやってきゃ勝手に強くなる。今回何を目指してるんですか？いや、ドンピシャ君に10先勝てればいいよ、俺。本当にそれでいいんですか、コク。10-0 とか つけたくない。わかるだろ。あの10-9とかね、最高だねそれ。じゃあもうやらなくて、10-9のやろう。10-9のフルフルは最高だね。確かにフルフルで勝つ、最高だねそれ。見せ物としてね、配信者だぞ俺は。でめちゃくちゃ10-0で勝ったかのように生きるんですよね。あ、そういうこと。それもう圧倒的大差で勝ったっつって、歴史を稀に見る大差で勝ったっつって。うまっ。サマー貯めるのうまくない、ドンさん。やっぱあの人棒なんだって、うまいよ。
うまっ。めっちゃ溜まってる、一棒だから。早いよね。いや、かなり早いわ、これ。じゃだから、そういう、そのソニックサマーは一応できるんだよね、ちゃんと。うん。だから、その、まずね、その読み合いなんだよね、多分。格ゲー勢の読み合いがまだできてないっぽいんだよね。うん。え、でも、本気で仕込むんだったら、マジで、あの、めぐり飛びで終わりっすよ。ああ、なるほどね。確かに。うん、いや、でもまあ、でも、歩いてたら中足とか出してくる、こんかな。いや、まあ、出してくると思う。確かに、マジで中段多いな。もう、これとかだってもうセーフですか。これも前ジャンプで対空できないですからね。あ、この後そう、ちょっと見ててくださいね。あ、もう、ここもう剣ないです。ここ剣ないです。これとかも剣ないじゃないですか、これ。これめくり飛び剣ないです、こんなの。でも、え、これ、あ、ここまで踏み込んだね、確かに、ね、もうここまで踏み込めた時点でめくり飛びしたもうサマーが、これ何見てんだろうな。いやだからこれ上を待ってるんですよ、これ。あ、サマーを待ってるのか。そう、下ためを解除しづらいんですよ、だから。確かに、そうだね。そう、この辺って意外とこの辺だったらまだほら表飛びじゃないですか。うん、うん、で、これ1、2フレ歩くとこれもうガエルがサマーで落とせない距離になるんですよ。はいはい。歩き飛びかその場から飛びかってガエル側判断できないんですよ。そうだね、なかなかちょっときついね。そうそう。でこれに対して対応するには歩きサマーとか下がりサマーとかやらないといけないんですけど、あとはバックジャンプ中パンとかか、コパンとかになる。まあそうですね。まああと空投げ、うん、空投げはマジでお前しかやってこない、絶対。空投げやってたら見たことない、まあ、俺ドンピシャ君が空投げやってたら俺マジでと思うわ。あ、マジでそんなうまいんだっていう。まあ樋口が教えてるから、樋口がやんないですからね、空投げは。あ、樋口空投げやんないんだ。うん、てかその1700だから、しかもまださ、その日浅いじゃん。飛び空投げやってくださいよ、お前。さすがにお前誰に向かって言ってんだみたいな感じで。アルテナの可能性はあるね。そうそうそう。まあ普通にガエル戦やっときゃいいか。うん、だと思いますけどね、俺。別にそんなあんま気にしなくても僕。じゃあ、わかりました、普通にやります。これむしろ俺のガエルとやっの手勢してくださいよ、もはや。はい、終わりました。あなたが、はい、巣も空投げするじゃないですか。まあ、はい。空投げは、ちょっと読み合いの中で入ってほしくないです。いやいや、違う、待って、コク。飛んだらサマーされるか、下台パンされるか、もうジャンプ台パン当たるか、どっちかに正直です。でも、コクやっぱ飛んだからしゃがみ台パンで落とされてたところが、空投げで置き攻めついてたってだけですよ、俺の場合。空投げで。あんま変わんない。あんま変わんないよ、やられてたこと。別に。どうせしゃがめで落とされてたから、ドンさんでも、飛んだところは。まあそうっすね、確かに。うん、俺はちょっとダメージ高いだけ。まあそうっすね。で、しかも置き攻めでしょ、うん、置き攻めついてくるだけ。で、ドライブゲージも俺の方が回復してるってだけですけど、まあ、変わんない変わんない。しゃべるねー。